どうにか巻いたみたいだな。あ、ラグナさん。あ、ノエルか。よかった、また合流できて。私もうずっと一人で、誰にも会えなくて心細くて。誰にもってことは、怪我も特にないってことだな。あ、はい、大丈夫です。あの、ラグナさんは？ああ、俺も特に問題はない。何度か喧嘩は売られたが、キーストーンも無事だ。そうですか、よかった。ところで、この世界のこと何か分かりましたか？いや、どうもレイチェルのやつが何か事情を知ってるみたいなんだが、聞き出そうにもあいつの居所が分からねえ。そうなんですね。私の方も分かったことはほとんどないんですけど、しばらくこの場所を歩いていて感じたことがあるんです。目の力か。すみません、分からないんです。ただなんとなく。まあいい、今は何でも情報が欲しい。教えてくれ。はい。ここはどこかの世界というより閉ざされた空間といった方が近いような気がするんです。ごく限られた空間を誰かの観測でかろうじて保っているような、すごく狭くて不安定な場所です。場所同士の間に整合性がないのもそのせいだと思います。この場所を観測する誰かか。はい、多分人間ではないと思います。もっと機械的な。その話、私にも詳しく聞かせてもらいたいものだな。てめえは最初に会った。おいおい、待ってくれって。こっちには戦う気はねえよ。あ？だったら何の用だってんだ。そうやってトゲトゲ警戒すんのよ、無駄だからやめろって。俺たちは話をしに来たんだ。話だ。ああ、この世界のこととかキーストーンのこととかな。チェ、結局てめえもこの石目的かよ。いや、だから違うっての。たく、何べんも言わせんなよな。めんどくせえから単刀直入に言うぜ。実は俺たちも持ってるんだ、そのキーストーンってやつを。な、てめえ適当抜かしてんじゃねえぞ。ほらよ、これで信じてくれるだろ。本当だ。でも私たちのものと色が違いますね。ああ、何でも他のキーストーンを奪わねえと俺たちは元の世界に戻れねえらしい。あの声が言うにはな。奪う、守りきれじゃねえんだな。他のキーストーンということは、私たち以外にも石の所有者が存在するということなのでしょうか。ああ、あんたらと俺たち以外にもう二つ、この世界には全部で四つの石があるそうだ。要はそれを奪い合えってことなんだろうが。と、まあ私たちが調べられたのはこの程度だ。この世界の詳細な構造やあの声の狙いは分からずじまいでな。だから少しでも手がかりが欲しい。ここはお互いのためにも情報を交換しようじゃないか。悪い話ではなかろう。ラグナさん、どうします？俺たちも全部分かってるわけじゃねえ。具体的な解決策もまだ。もちろんそれでも構わない。私たちには考えるための材料と判断するための選択肢が必要だ。分かった。ありがたい。では早速本題といこう。先ほどのお前たちの話、この世界の管理者とやらが存在しているそうだが。っておい、てめえ聞いてやがったのか。立ち聞きとは大した趣味じゃねえか。非常事態ゆえだ、悪く思わないでほしいな。で、
実際のところどうなんだ、そこの小娘。はい、もっと言えば元からあった世界を管理しているのではなく、一から作り上げたものを管理しているような。一から世界を作り上げたって簡単に言うけどよ、要するに神様じゃねえかそれって。なるほどな。この恐ろしく無機的な急増感、違和感、種はそういうことだったのか。なんだよリンデ、お前何か分かったのか。ああ、おそらくこの世界のくさびはその管理者とやらだろう。もしそうなら話は早い。そいつをぶちのめせばこの空間は消える。マジかよ、そこんとこどうなんだノエル。おそらくその認識で正しいと思います。ですがこの空間が消失した後に私たちが元の世界に戻れるのかは確かではありません。いずれにしろその管理者様のご尊顔は一度拝んでおかねばならないだろうな。だな、他に手がかりもねえし、とっととその管理者とやらの居場所を探そうぜ。ああ、今さら言うのもなんなんだが、空間を管理、つか観測してる誰かについては多分俺たちの知り合いが知ってる。なんだよそれ、マジかよ。ならもう解決したも同然じゃねえか。あ、地獄に仏、市中に勝つとはこのことだな。で、その知り合いとやらはどこにいる？すぐ会えるのか？悪いが今は分からねえ。俺たちも探している途中だ。なるほど、全てうまくはいかないか。ではそのものが見つからない今どうするつもりなんだ？さあな、あの野郎に吐かせでもするか。はいはい、お呼びですか？え、私を呼ぶ声あらば世界のどんな端までも駆けつけますとも。おお、おやおやおや、2対2、タッグバトルの選手が集まっているではありませんか。待ってください、私たちは戦うわけでは。タッグあるところに戦いあり、戦いあるところにタッグあり。ラグナザ・ブラッドエッジ&ノエル・パーミリオン VS ハイド&リンネ。おい待てって、俺たちは戦う気なんて。無駄だハイド、あれを相手にまともに話など進められない。形だけでも戦って一旦やり過ごすんだ。ひとまずやるしかねえか。言っとくが手は抜かねえからな。わかってるよあんたたちの腕前にも興味はあったんでな、ちょうどいい。こっちも加減なんざしねえぞ。タッグバトル張り切ってスタート。ゲットレディレディ。Can't escape from crossing fate! Fight! Shaku, Okatsunda! Bane! Kurei! Koyo! Bune! Ikuta! Kaka! 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 Bane! Koyo! Bune! Kaka! Hajime ma! Kaka! 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 K
&ノエルタック。いやお見事でした。両者の健闘素晴らしい。ほらもう試合は終わったろうが、さっさと消えろ。はあ、早速次の試合の準備に取り掛かるのですね。わかりました。それでは皆様、次回のタッグバトルマッチでお会いしましょう。ごきげんよう。言ったか。言ったと思います。いっつっつっつ、あー毎度なんなんだよあれは。こいつらとんでもねえ強さだな。おい、まったくだな。時間が惜しい。早速話に戻ろう。お前たちが把握している情報は先ほどのもので全てか。ああ、あれで全部だ。でお前らは他に何かねえのか。残念だが先ほどの話以外こちらも持ち合わせはない。この状況、情報を隠すことに利点などないからな。そうだ、さっき言ってた事情を知ってる知り合いってやつのことを教えてくれよ。これ以上の情報はねえけど、そいつを探す手伝いくらいなら俺たちにもできるんじゃねえか。なるほどな。そうだな、頼む。協力の手が欲しい。なんだ、意外に素直な言葉が出てきたな。お前のことだ、てっきり断るものだと思っていたぞ。うっせえぞチビ、さっきの続きでもしてやろうか。な、チビだと。素直さを褒めてやればまた反抗期に逆戻りか。いいだろう、高い授業料は覚悟しておけ。ちょっと待てよリンネ、協力するって決めたばっかりだろう。ラグナさんもここは抑えてください。話を戻すぜ。あんたらの知り合いってのはどんなやつなんだ、格好とか。背は低くて髪は金髪で黒くて可愛らしいドレスを着ています。ついでにウサギみてえなリボンつけてて、偉そうな物言いしてたら完全にそいつだ。名前はレイチェルさんです。低い背、黒いドレス、名はレイチェルか。わかった、探してみるよ。それではのんびりもしていられない。私たちはもう行くぞ。待てよリンネ。たく、じゃあここで一旦お別れだな。お前らも気をつけろよ。くっ、心配なんざいらねえよ、さっさと行き上がれ。ああ、じゃあな。お気をつけて。さてこれからどうするか。レイチェルさんを探さないとですよね。二手に分かれますか。そうだな、二人以上でいると誰かに絡まれた時にすぐあいつがバトル始めやがれ。レイチェルを見つけたらすぐに俺のところに来いと伝えろ。どんな訳が隠されてるのか知らねえが、あいつがやろうとしてることにはこいつが必要みてえだからな。わかりました、任せてください。ああ頼んだ。俺はレイチェルを探しながらゴールを目指す。